息子とデートを親子の距離感考えた。ママと息子の初めてのお泊まりデートを歌ったホテルの宿泊プランが SNS で批判を浴びた後、中止になりました。しかし、その問題点を考えると、プランに限った話ではないことが見えてきました。ジャーナリストの中野まどかさんがこのプランを見た時に感じた危機感は、子供を道具化することを社会が後押ししてしまうことだったと指摘します。そして類似した演出は、習い事や2分の1成人式など、子供の日常に溢れているとも言います。気づかないうちに親子関係に刷り込まれている危うさ。親子の距離感について考えました。記者松川のぞみ。母親をときめかせるため宿泊プランは数年前から売り出されていたものの、 SNS をきっかけに炎上しました。中野さんは何を感じましたか？中野さん、私はプランについて日本のママ友から教えてもらいました。最初、サイトを見た瞬間に、生理的な気持ち悪さみたいなものを感じました。それは、広告でお母さん役と息子役のモデルさんがくっついて、ベッドに入っていて、初めてのお泊まり、という響きも含めて、恋愛、性愛に紐づけた印象が強く、やりすぎかな、と思ったからです。ただ、性愛的に捉える方が過剰だという意見もありますし、私も、別に、微笑ましく親と子が思い出作りするならありだな、と思って中身を読んでみたんです。そこで別の問題が見えてきました。性愛に紐づけたものに感じる嫌悪感とは別の問題とは、中野さん、プランの内容の一部には、ホテル側が、子供にママをエスコートするやり方を教える、など、母親をときめかせるための演出を指南するようなものが色濃く出ていました。子供もお客さんのはずなのに、息子がこういうことをやってくれます、というような、奉仕側、ホテル側の演出の役者さんみたいに扱われ、親を喜ばせるために子供を使っている感が否めないと思いました。プランの紹介ページには、思いやりの心を育むことを目的として、子供が母親のためにフォトフレームをプレゼントしたり、母親をエスコートしたりすると書かれていた。また、ママをときめかせるために、ホテル側が子供に母親をエスコートするやり方を教えるなど、演出を指南する内容もあった朝日新聞デジタル、子供の喜ぶ顔、実は大人のため、かも悩むバランス、より大きい。